国鉄滝43000軽貨車は1967年から製作されたガソリン専用の貨車である。日本オイルターミナルまたは日本石油輸送が所有する私有貨車で当初は日本国有鉄道に1987年の国鉄分割民営会構は日本貨物鉄道に車席編入されている。同一の車体構造で同時に製作された。 石油類専用タンク車、多機44000型についても本項目で解説する。鉄道貨物も、1965年頃から物資別適合輸送の運用形態が増加してきた。これは、石灰石、セメント、石油製品などのバラ積み輸送品目について、新設した各品目専用の物資別ターミナルに、輸送拠点を集約し、専用の貨車で蘇生された。 直行列車を拠点間に運行して一括大量を輸送を行う輸送体系である。ガソリンなどの石油製品においては国鉄と各石油会社との共同出資で日本オイルターミナル株式会社が九百六十六年に設立され西上田駅や倉賀野駅を皮切りに各地に拠点が新設された。この各拠点への専用列車に充当する目的で開発された 新形式は多機4万3000系、多機4万4000系である。1974年のタンク車構造基準改定で、フレームレス構造車の新規製作が禁止されたことを受け製作が中断されるが、その間は安全性を向上させた、多機4万系40トン積タンク車や多機3万8000系36トン積タンク車を投入したものの、積載効率は本系列に劣るものであった。 しかしながら、積載効率の高さから徴用されていた本系列は、荷主の要望を組み、設計変更の上1982年に製作を再開し、地図の設計変更を経ながら1993年までに、2形式合計で989両が製作されている。以後の製作は45トン積、時速95キロメートル走行を可能とした多機線型に移行した。 タキ4万3千型に使用される TR214 バイト型台車車体構造は輸送効率向上を重視し軽量化のため側張りを省略した台枠をタンク体と一体化したフレームレス構造を採用したタンク体は中央部の直径を車両限界いっぱいまで拡大し両端部を車円水形状とした池道として溶石を極限まで拡大し43トンの荷重を 実現した。これは、当時の二軸ボギータンク車では最大である。積み荷の比重が異なることから、多機四3 0 0 0型と多機四4 0 0 0型とでは、タンク体中央部の長さが異なる。昇降はしごは、車体中央部を避け、タンク直径の小さい側方に設置される。石油類専用の多機四4 0 0 0型は、タンク鏡板に点検用のハッチと、 炭に取り下ろしに用いる加熱管を設置する。台車は当初、ベッテンドルフ式で、平ら軸受けの TR210 型を用いた。これは、貨車用標準台車 TR41 型を基本に、車軸を重荷重対応の14トン軸に、枕バネをコイルバネとした台車であるが、赤車時の走行抵抗が大きく長編成での運用に支障をきたすため、100番台からは、 軸箱装置を密封コロ軸受けとした DR214 型に改良された。軸重は15トンで運用線区は限定される。最高速度時速 75km である。当初は日本オイルターミナル1社のみの所有で外部図書区は限定運用を表す青15号とされた。1974年からは日本石油輸送も同形式の投入を開始し、同社所有者は 一般的な黒色塗装であったが、最終制作グループは、ノータングリーンとグレーの塗り分けに変更された。かつては、JXTG エネルギーの輸送所向けに運用される一部については、タンクタイミング側に JXTG エネルギーのブランド、エネオスマークが貼られていたが、2014年には、北海道地区における、石油輸送列車が終了したため現在は、消滅している。 43トン44トン席のガソリン専用タンク車である。1967年から1993年にかけて819両が製作された。多機43,450。純保安対策車。多機43,574万3,600番台。多機4万3,630、14万3,000番台。 多岐万1 4 3 6 4 5 2 4 3四0 0 0番台。多三243,752単力灰色。塗装の日本石油輸送所有者所属は、日本オイルターミナル株式会社だが塗装が、単力灰色の多機243,750。多岐44,000系。小多万44,207。国色塗装の日本石油輸送所有者43。 本席の石油類専用タンク車である。1967年から1982年までに170両が日本車両製造にて製作された。積み荷の比重が大きいため、多岐4万3000型と比べ全長は約2メートル短く、車端部のタンク鏡板には点検用ハッチと2役のための加熱管を装備する。保安対策車以外の記号番号表記は、 特殊表記符号、公前置し、小滝と表記する。現在の所有者は、日本オイルターミナルと、日本石油輸送の2社で、受給体制の変化などで2社間を移籍した車両もある。移籍直後の車両は表記の社名と図書が整合しない、場合もやや多く存在する。本系列は、現在も、石油専用列車の主力形式として、名古屋地区から東北地区で、 多機1型とともに汎用的に使用されている。多機1系の投入で余剰となった一部の多機43000型がタンク内洗浄の上で専用種別を臨時扱いで石油類輸送に変更し多機44000系の一部や多機45000型を置き換えた車両も存在する。2000年代までほぼ全車が健在だったが、 製造から40年経過して老朽化が顕著になったことから2008年4月より順次廃車が進められているほか2014年には北海道地区における石油輸送列車が終了したことから余剰車が大量に発生し本系列の大規模な転属が行われている AB ハイ6794列車に多機1900系、保機1系、 多滝143,645滝1,200、型12が連結される、公有車、鉄道ファング railf.jp2015 年8月11日、掲載多滝243,648滝43,044トン積ガソリン専用車、川崎会はイカモツ事情資料室2019年5月8日 滝243,664滝43,044トン石ガソリン専用車、川崎界外貨物事情資料室2019年6月19日、JR か、北海道内の鉄道による石油タンク輸送が、中量猫パブリッシング2014年5月29日、JR か、滝4 3 0二2 5両を東室蘭から笠さでらえ、 海藻ネコパブリッシング2014年5月21日、ありがとうございます。